帽子をかぶったおばあさんと帽子をかぶったおばあさん。駅前にある素敵な帽子をかぶった店員さんのいる店を目指して、帽子をかぶったおばあさんたちは意気揚々と歩いてます。道すがら帽子をかぶったおばあさんたちは、ああでもないこうでもないといろいろな話で盛り上がり大笑い。3人ともお話に夢中です。あら、帽子をかぶったおばあさんが言いました。ここどこかしら。すると帽子をかぶったおばあさんと帽子をかぶったおばあさんは、はっと我に返り、足を止め、あたりをじーっと眺めます。確かにそこは今まで見たことのない場所なのです。それどころか、さっきまで聞こえていた町の雑踏もすっかり静まり、人気もありません。建物さえ一つもないではありませんか。よくよく足元を見てみれば、歩いていたはずの歩道や道路さえもありません。そう、それはもはや荒野です。古い映画で見たような広くて厳しい荒野なのです。呆然と立ち尽くす帽子をかぶったおばあさんたちの隙間をピューッと鋭い風が吹き抜けました。しばらくの間、帽子をかぶったおばあさんたちは声も出ないまま動けません。帽子をかぶったおばあさんが帽子をかぶったおばあさんに言いました。ねえ、ここどこかしら。そう聞かれた帽子をかぶったおばあさんは、少し間を置いて答えます。私にもわからないわ。すると、もう一人の帽子をかぶったおばあさんが言いました。スマホで調べましょう。すると帽子をかぶったおばあさんは言いました。そうよね、そうよ、こういう時はスマホよ。そう言って腕にかけていた帽子型の小さなバッグから帽子をかぶったスマホを取り出します。あら、あなたスマホにまでお帽子してるのね。帽子をかぶったおばあさんがそう言うと、そうなのよ、スマホもこうして帽子をかぶせるとかわいいでしょう、と笑います。そんなやりとりを見ていた帽子をかぶったおばあさんが言いました。あなたたち、そんなことで盛り上がってる場合じゃないわよ。早くここがどこなのか調べましょう。帽子をかぶったおばあさんが言いました。そうだったわね、ごめんなさい、と言って帽子をかぶったスマホを目の前にかざして覗きます。地図アプリはどれだったかしら。あ、これこれ、地図のマーク、これよ。そしてよいしょと掛け声をかけながら地図アプリを立ち上げます。しばらく沈黙の時間が過ぎました。待ちきれない帽子をかぶったおばあさんは、帽子をかぶったスマホを覗き込む帽子をかぶったおばあさんに聞きました。それで、どうなの、どこなの、ここは。すると帽子をかぶったスマホを持った帽子をかぶったおばあさんが言いました。あらやだ、何にも出ないわ、電波がないみたいよ、ここ、と言いながら帽子をかぶったスマホをあっちへこっちへとかざしています。電波がないの、ここ。それじゃあここがどこかもわからないじゃない、と帽子をかぶったおばあさんが困惑しながらつぶやきます。帽子をかぶったおばあさんがまた少し間を置いて言いました。私たち3人揃って迷子になったってことかしら。すると、もう一人の帽子をかぶったおばあさんが言いました。迷子どころか、これは遭難よ。
あたりはだんだんと暗くなり始めます。何もない荒野の広い空の色が深みを増し、一つの小さな星が眩しいくらいに光っています。帽子をかぶったおばあさんは未だに現実を受け入れきれないままポツッと言いました。私たちこのままここで。すると帽子をかぶったおばあさんが言いました。何言ってるの、そんなことになるわけがないわ。もう一人の帽子をかぶったおばあさんも続けて言いました。そうよそうよ、そんなことないわよ。すると弱気になった帽子をかぶったおばあさんが言いました。じゃあどうすればいいの。しばらく間を置いて帽子をかぶったおばあさんが言いました。そもそもこんなことになった原因が何かあるはずよね。だって何の理由もなくこんなところに突然迷い込むなんてこと不可能だと思うの。もう一人の帽子をかぶったおばあさんが続けて言いました。そうよね、確かに何の理由もなく、しかも三人もの人間が突然こんなところに迷い込むなんてこと不可能よね。私たち何か大切なことを見過ごしてるのかもしれないわよ。もう一人の帽子をかぶったおばあさんが言いました。そうよね、もう一度ここに来る直前のことできるだけ思い出してみましょう。そう言うと三人の帽子をかぶったおばあさんたちはじーっとここまでのことを思い出してみたのです。ほんの数分が過ぎた頃、一人の帽子をかぶったおばあさんが言いました。関係あるかどうかはわからないけれど。何を思い出したの。帽子をかぶったおばあさんが言いました。ええ、三人で歩きながら楽しく会話してたでしょ。そう、あれは帽子の雑誌で見かけたこの春の新作帽子、三人用の帽子の話よ。それであなたが言ったでしょ、帽子はやっぱり一人一人が自由な帽子をかぶるべきだって。ええ、言ったわね、と帽子をかぶったおばあさんがそう言うと、その時見たのよ。何を見たの、と帽子をかぶったおばあさんは帽子をかぶったおばあさんに聞きました。ええ、その時帽子をかぶった猫ちゃんがね、ブロック塀の前に並んだ植木鉢の間からこちらを見てたの。すると帽子をかぶったおばあさんが言いました。帽子をかぶった猫ちゃんがいたの、なんで教えてくれなかったの、スマホで写真撮りたかった。すると帽子をかぶったおばあさんが言いました。だって皆さんお話に夢中だったでしょ。そうね、確かに三人用のお帽子の話はとても楽しかったわ、と帽子をかぶったおばあさんが少しだけ思い出し笑いします。それを見た帽子をかぶったおばあさんもつられてちょっと笑います。それでね、と帽子をかぶったおばあさんが続けます。え、まだ何かあるの、と帽子をかぶったおばあさんが聞くと、なんだかその帽子をかぶった猫ちゃんが目が合った時に笑ったのよ、と言いました。すると帽子をかぶったおばあさんは言いました。猫ちゃんが笑った、それ本当なの。すると帽子をかぶったおばあさんは言いました。ええ、確かに笑ったわ、それで私もとっさに笑いかけたのよ。あたりはすっかり暗くなり、西の低い空はかろうじてまっすぐな地平線を浮かび上がらせています。帽子をかぶったおばあさんはさらに話を続けました。
その時にね、何かを感じたのよ。なあに？その何かって。帽子をかぶったおばあさんが聞きます。ええ、あれは、なんていうのかしら？すごく懐かしい感じ？なんだか随分と会っていないお友達に再会できた時のような、暖かくて嬉しい気持ちに似ていたわ。話を聞いていた帽子をかぶったおばあさんは言いました。あらまあ、それは素敵なお話。その帽子をかぶった猫ちゃん、あなたが以前どこかで会ったことがある猫ちゃんだったかもしれないわね。その時です。帽子をかぶったスマホがギャオーンと音を立て、次の瞬間、暗がりの荒野が一気に真昼のように光り出します。光の強さが瞬く間にぐんぐんと強く白くなり、帽子をかぶったおばあさんたちはお互いの姿さえも見えないほどの光に包まれます。何秒経ったのか、何分経ったのか、時間の感覚はまるでありません。三人の帽子をかぶったおばあさんたちはぐーっと目を閉じたまま、お互いに手を伸ばし合い、まだそこにいることを確かめ合いました。一人の帽子をかぶったおばあさんがゆっくりと目を開けてみます。するとそこは何かの建物の中のようで、風もなく気温も心地よいのです。そんなに明るくはないけれど、三人のおばあさんたちをぐるっと囲むかのように丸い光が並んでいるのです。ようこそ帽子をかぶったおばあさんと声がすると、そこには帽子をかぶった猫が立っています。帽子をかぶったおばあさんは驚きながら言いました。あら、あなた、あの時の猫ちゃんね。帽子をかぶった猫は言いました。そうです、覚えてらっしゃったんですね。嬉しいです。するとその声に気づいたもう一人の帽子をかぶったおばあさんが言いました。ここは一体どこなのかしら。ここは時空間を移動するための乗り物の中です。地球の方々が言うところの UFO ですね。ご存知の通り、古来 UFO の形は帽子を意味してますからね。と帽子をかぶった猫は微笑みながら言いました。帽子をかぶったおばあさんたちは、まさか自分たちが本物の UFO に乗れる日が来るなんてと大興奮です。さらに帽子をかぶった猫に聞きました。で、なんで私たちはあなたとここにいるのかしら。すると帽子をかぶった猫は少し神妙な顔をしながら言いました。はい、僕らは時々あなたたちの世界へ潜り込んでは、いろんなことを経験したり観察したりしてるのですが。へえ、帽子をかぶった猫ちゃんってそんなことしているのね、と帽子をかぶったおばあさんが感心していると、帽子をかぶった猫は続けて、ええ、そうなんです。それであの時ブロック塀の鉢植えの隙間からあなたたちお三人さんを観察していましたら、突然姿が消えたのを目撃したのです。つまり別の世界線へ瞬時にパラレルシフトしてしまったんです。僕が知る限り、ああいった現象は起こるはずもないことなんです。すると帽子をかぶったおばあさんが聞きました。なあに、そのポリプロピレンってパラレルシフトです。つまりこの宇宙は多重構造で、無数の世界が同時に存在してるんです。平行宇宙とも言われます。その平行に交わることのない世界を、なぜかお三人はいとも簡単に飛び越えてしまったんですよ。
散歩でもするみたいに。それはそれは珍しい現象なものですから、ただいま帽子銀河の大宇宙評議会でも大騒ぎになっています、と帽子をかぶった猫もなんだか少し興奮気味です。帽子をかぶったおばあさんはさらに聞きました。なんだかとても難しそうなお話なんだけれど、私たちがさっきまでいた荒野、あれは一体どこだったのかしら。帽子をかぶった猫は言いました。あれは明確には定義できないのですが、帽子が発明されなかった世界線のどこかですね。帽子をかぶったおばあさんはびっくりして、帽子がない世界があの荒野だったのね。やっぱり帽子がないと世界はあんなに荒れ果てちゃうものなのね。もう一人の帽子をかぶったおばあさんが帽子をかぶった猫に聞きました。それでその帽子のない世界から救ってくれたのは嬉しいのだけれど、今私たちは一体どこにいるのかしら。帽子をかぶった猫は微笑みながら言いました。もうすでに元の世界線に戻っていますから安心してください。ほら、窓の外をご覧なさい。美しい地球が見えますよ、と壁の丸窓を指さします。帽子をかぶったおばあさんたちは恐る恐る丸い窓に近づくと、そこには帽子をかぶった青い地球が堂々と輝いています。帽子をかぶったおばあさんたちは、はぁーとゆっくりため息をついて、そのあまりにも輝かしく美しい青い地球に見とれました。すると帽子をかぶったおばあさんは帽子をかぶった猫に言いました。さっき猫ちゃんがおっしゃられた大宇宙評議会さんが大騒ぎっていうのは、もしかして私たちその評議会から怒られちゃうのかしら。帽子をかぶったおばあさんが戸惑いながら言いました。帽子をかぶった猫は言いました。いえいえ、怒られるようなことはありません。ただ今回帽子をかぶったおばあさんたちに起きたパラレルシフトがどうして起きたのか、その原因を正確に究明する必要があるのです。原因がはっきりしないと宇宙評議会として今後の対応ができないことになってしまいますので、それはこの帽子銀河の秩序を司る評議会としては由々しき事態なのです。少し間を置いて帽子をかぶった猫の口調が少しだけ変わり、先ほど宇宙評議会から通達がありましたのでお伝えします。帽子をかぶったおばあさんは、あら何かしら、と言うと帽子をかぶった猫は言いました。お三人さんが落ち着きましたら、帽子銀河大宇宙評議会から数人の役人がこちらに来られますので、直接の面談をお願いしたい、とのことでした。どうでしょう、会っていただけますか。帽子をかぶったおばあさんは言いました。なんだか少し緊張してしまいそうだけど、こうして助けていただけたのだし、何より私たちが知らなかった世界をもっと知りたいわ。お会いいたします、と言うと、帽子をかぶった猫は、そうですか、ありがとうございます、それでは宇宙評議会にそのように伝えます、と言いました。帽子をかぶったおばあさんが帽子をかぶった猫に聞きます。ちなみにその評議会の役人の方もあなたのような猫ちゃんなのかしら。すると帽子をかぶった猫は言いました。いいえ、大宇宙評議会のメンバーはこの帽子銀河にあるあらゆる星団や惑星系からの代表が集まった組織ですので、
メンバーの容姿はそれぞれが属している星の生態系に由来しているのです。中には目に見えない種族さえ存在しています。帽子をかぶったおばあさんは驚いた様子で言いました。あらまあ、それは素敵ね。なんだかますますワクワクしてきたわ。一体どんな方々にお会いできるのかしら。楽しみだわ。こうして駅前の素敵な帽子をかぶった店員さんのいる帽子屋さんを目指して歩いていた帽子をかぶったおばあさんと帽子をかぶったおばあさんと帽子をかぶったおばあさんはひょんなことから平行宇宙を飛び越えてしまったことで、帽子をかぶった猫に助けられたものの、帽子銀河の秩序を司る大宇宙評議会の役人と面談することになりました。果たして何事もなく無事に3人の帽子をかぶったおばあさんは駅前の帽子屋さんに行くことができるのでしょうか。続く。この番組はクリエイティブオアノット八ヶ岳デザインセンターの提供でお送りいたしました。